藤谷蓮次郎です。今日はライブ版トークシリーズいきたいと思います。今取り上げているのは佐野元春さんの初期のライブ版ハートランド、1988年に発表されたアルバムです。こちらの方いよいよ終盤に近づいてまいりましたが、今日も1曲取り上げてみたいと思います。その前に、お願いをしておきます。チャンネル登録といいねの方、こちらの動画をご覧いただいている方はぜひともよろしくお願いします。そうしていただくと私としては大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは参ります。今日取り上げる曲は佐野元春さん初期の代表作の一つ、サムデイの中でも一つのロックオペラ的な大曲になっております、ロックンロールナイト。ロックンロールナイトのライブパフォーマンスですが、これ、まあこの曲を収めるにはやっぱり結構尺が長さがあるものですから、今回のステージでもだいたい9分弱の、長さになっています。で、演奏なんですが、非常にこうメリハリがありまして、比較的素直なドラマの展開の音になっています。最初キーボードと、まあ、リズム帯くらいの、まあ、少ない伴奏でたどり着くといつもそこにはからのファーストコーラス、最初のコーラスの部分が入ります。で、同じリズムでね、最初にそもそも、まあ、イントロの部分、演奏だけの部分が9分のうち1分半くらいずっとタタンタタタンタっていう音の繰り返しがあります。で、そこからたどり着くといつもそこにはから始まる、あの佐野さんのボーカルが入ります。で、次ワンコーラス目、ファーストコーラスが終わると次になって今度はバンドの音が一斉に入ります。これが、まあ、2番というか次の部分として展開するときにはバンドの音です。で、これで一盛り上がりした後に3つ目としてはオルゴールのようなあの語りに近いようなあのドラマ、都会のねドラマ、ライ麦畑で捕まえてを彷彿とさせるような、池に白鳥がいてとかいうくだりが出てきますね。こちらで最後ぐーっと盛り上がってロックンロールナイトのあのフレーズ、演奏としては非常に、まあ、分かりやすい展開になってて、ロックンロールナイトそのものがサムデイというアルバムの中でも独特のこうドラマチックな盛り上がりを持ちますが、あれを裏切らない、ある意味とっても素直なアレンジになっていると僕は思います。で、やっぱり当時の佐野ファンですから、このロックンロールナイトが出てきたらみんなおそらく黙って目を閉じて、あるいは目を開けて佐野元春さん、あるいはハートランドのメンバーの挙手に一挙手一投足にこう目を皿のようにして見ながらですね、聞いてたんだと思うんですが、その中でも私が今回のこのアルバムライブ版に関して思うのは佐野さんのボーカルのうまさです。佐野元春という人は本当に、日本語のビート感を変えた人だと私はずっと思っているんですが、そういう文章も書いてきましたけども、今回のロックンロールナイト本当に語りのように聞こえる部分はあるんですが、いわゆるビジターズでやったようなラップとかではなくて、本当に日本語の詩の語りのように聞こえる部分があるんですけど、いい声、いいボーカルです。ボーカリストとして、まあ、佐野さんですからどうしても正確な音程は大丈夫かなと思うようなところはありますが、それ以上に魅力的なボーカリストとしての、ビート感とあの声の良さ、ボーカリストとしてやっぱりこの人は魅力的だなと私はしみじみ思うのが、このアルバムでいうとこのロックンロールナイト。展開としては、音の展開としては先ほどから言うように 1,2,3 の3つのコーラスできちんと音の幅が、その音数が違っていて、ドラマもきちんと作っていって、ただもともとそのドラマ自体はアルバムのオリジナル曲の中でもああいう展開してますから意外さはないんですけども、耳を引くのは佐野元春の声が聞けて本当に嬉しい。もう一つハートビートの方もそうでしたが、語るようなシャウトするようなと、あの佐野元春さんの声、これを聞くだけでも十分価値があると、今でも価値があると私は思います。それがこのロックンロールナイト、佐野元春さんのアルバム、ライブアルバムハートランド、こちらの魅力というふうに私は思いますが、皆さんいかがでしょうか。
今日は佐野元春さんのハートランドの中から、だいぶ終盤に入ってまいりましたロックンロールナイトについてお話をさせていただきました。ぜひともチャンネル登録といいねの方していただけると助かります。また次の曲に、また次の週、来週行きますのでよろしくお願いします。それでは失礼します。